えー、レイナさん、えー、今回はですね、えー、わざわざスクショありがとうございます。はいはい、一応、スクショいただきましたので、まだちょっと確認はできてないんですけど、グッチョブです。ありがとうございます。はい、で、あのー、なんか僕思うんですけど、なんかこれも本当ご縁だなと思うのが、もうちょうどですよ、ちょうど、あのー、来週、大阪行くんですよ、たまたま。 で、えっと、たまたま来,来週新年会大阪でやるのに参加するのとたまたま、うんまあ、新年会に参加するんで、まあ、じゃあ大阪でセミナーしようっつって大阪でセミナーすることに決まったんですねで21日梅田のセンタービルで、えー、セミナーするんですけどいやまさかですね <laughs> まさか <laughs> 僕、まあ、これもなんかあのご縁なんじゃないかなと引き寄せたなってちょっと すすごいなっっていう思ったんですけどいや僕もびっくりですね <laughs> まさかこんな早くお会いもできるとは思わなかったんですけどまあ以前の動画でもちょっとお話ししたと思うんですけどあのレイナさんはですねあのもうすでに、うん、持ってるものが多分めちゃめちゃあるんで。 っ今回僕がまだちょっと、まあ、土日銀行が休みなんで着金がちょっと確認できてないんですけど、まあ、スクショ送っていただいてるんであれなんですけどあのすぐ見ていただいてドリア科の講義を見ていただいてでレイナさんに見ていただきたいのはあのまあいろいろとすげえ講義あるんですけど見ていただきたいところがあの100万円のところあたりですかねとか、まあ、そのその 最初3万稼ぐって、まあ、マインドセットも、まあ、見ていただいて、マインドセットも見ていただいて、まあ、それをちょっと自分、まあ、新しい、もしかしたら、まあ、レイナさんもやってるんであれなんですけど、まあ、新しい気づき、発見があるかもしれないです。で、それをパクっていただいて、使っていただいてもいいんですけど、まだマインドセットで僕がどういう話をしてるのかっていうところと、究極のマインドセットですね。多分その、レイナさんと、多分なんか考えが、 共通する部分があったりとかするんじゃないかなと思ったりとかもしますしあとその3万稼ぐステップに関してはスルーしていただいて大丈夫です3万稼ぐステップ3万稼ぐステップの中にはまあ、youtube とか転売とか、えー、ブックメーカーとか自己アフィリエイトとかも、まあ、いろいろあるんですけどそこはまあちょっとスルーしていただいてなマインドとあと30万稼ぐステップとまあ、100万 あたりをまず見ていただいてあとフォローアップ勉強会でちょっとフォローアップ勉強会も20個ぐらいあるんですけどその中でちょっと気になったやつ見ていただければなと思います多分その中で多分あこれめっちゃ使えるやんとかあこういう風にやればいいんだっていうのが多分分かってくると思うんですよだまずはそこを見ていただきたいなと思います、はい、だから3万稼ぐステップはもうスルーしていただいていいんで、うん、で30万稼ぐステップはまあスルーしていただいてもいいかな まあそれはお任せします。まあ、基本的にでも3万稼ぐステップはもうスルーしていただいてその他の講義をちょっと見ていただければ、まあ、自分が今やってるものに確実にお役に立てると思いますので,であとは、えー、と22日お会いする時に、えー、具体的に、まあ、その講義を見た上で、まあ、お話しした方がさらにこの、まあ、理解力というか、まあ、深くまた話しやすいんじゃないかなと思います、はい、で一応あの何だ 直接ヒアリングした時にじゃあこれついけますねじゃあこれをききができるってなったらじゃあこれをやるためにじゃあこういう方法があってこういう方法があってじゃあこれやっていきましょうみたいな具体的なそのプランですよねを組めると思いますんで、まあ、ほ本当ねレイナさんはマジでもう売上が上がれますんで大丈夫ですでこの前も、まあ、初心者の方が入ると、まあ、そのマインドから入るんであれなんですけど昨日ですかね昨日のライブやってた時に その人はスピリチュアルというか、まあ、マーケティングコンサルみたいなのを、まあ、ちょっとやってて、まあ、思うように売り上げが上がらないっていうマーケティングだったかな,なんか自分でこうやってる人が入ったんですけどドリアカにでその人が、まあ、僕のドリアカに入って昨日の,ライブあのサポートのライブであの吉谷さんと120万の商品売れましたみたいなそうまあレイダーさんが今どれぐらいの単価を売ってるかわからないですけど まあその人は、うん、そのドリアカに入ってその120万の商品も売れるようになって、うんまあ、報告いただきましたけどまああとは、うん、拡散して売っていくか単価上げて売っていくかどっちかしかないんでまあ商品価格が安いものをネット上でこう、えー、できるだけその自分の今多分玲ナさんは個別でこうお会いしてこう売ったりとかしてるとは思いますけど個別で売っていくんだあるならば単価を上げるか。でこれがやっぱ 労働になるじゃあ労働になるじゃないですか、まあ、もちろんお客さんのヒアリングも聞けるんで、まあ、ニーズも探れるっちゃ探れるんですけどそれをずっと繰り返してるとやっぱもう会い続けないといけないし会ってクロージングしていかないといけないっていうジレンマがあるんでプラス、まあ、そこはやっぱ単価が高いものを売るであとはフロント商品としてそのネット上で決済できるデジタルコンテンツですよね自分が持っているノウハウだったりっていうのをデジタルコンテンツ化してここでウェブで売っていってフロント商品で買っていって。 もらってここである程度フロントアップセルとかク,あのクロセルとかまあバックエンドとかもデジタルコンテンツを用意してでデジタルコンテンツを用意した上で個別コンサルとかそれはもっと100万を超えるとかねまあ最低でも50万を超えていく60万を超えていくぐらいの個別でやっていくとここの売上とこっちの売上でかなりもう上がってきますんで,でこっちの売り上げが上がるようになれば基本的にそのなんだ対面というかまあその。 うん、肉体的な労働ですよね時間を割いてみたいなその場に行ってっていうのがなくなってきてまあもっとなんか自分がやりたいことをできたりとか、うん、できるんじゃないかなと思いますんで、はいまあ、僕もですねただ、まあ、ちょっとレイナさんの色と僕の色がちょっと違うんであれなんですけどこうなんかちょっと一緒にできないかなっていう、まあ、僕も大阪行った時にちょっとご提案させていただきたいなとは思うんですけどただ色が違うんで。 あまり僕がレイナさんと絡んでるっていうことをやるとレイナさんにちょっとね影響出ちゃうんでまああのあれなんでそこはまあお任せしますけどなんか一緒に絡めたらおもしビジネスでも絡めそうなんじゃないかなっていうだからレイナさんの伝えたいことだったりとかお客さんに伝えてることと僕が伝えてるメッセージって多分あんま変わんないと思う,うんですよ 結局その考え方だったりとか生き方だったりとか今まあほとんどその生き方に関してまあ悩んでる人が多いんでうん自分に自信がないとかあの人間関係の悩みだったりとかまあお金の悩みもそうなんですけどだけどお金の悩み以外にもやっぱこっちの悩みが深いんですよね今って昔に比べてうんこれだけなんか 世の中が潤ってるまあ潤ってまあ貧富の差はありますけどそうは言っても戦後に比べるとまあ明らかじゃないですか日本が戦争に負けた頃に比べれば明らかに今って潤ってるはずなんですよだけど幸せじゃないっていうだから今スピリチュアル系の本もめちゃめちゃ売れてますけどスピリチュアルのもいけますしオーラも見たことあるんであの宇宙の話もいけますし 宇宙の話もいけるし脳,がの脳の話もいけますし脳の仕組みとかもいけますんでまあちょっと大さ楽しみだなと思います、はい、では、えーまあ、い一回ですね講義の方をあの舐めるように見ていただければなと思います、はい、ということで今回は、えー、これから長いドリームアカデミアはですね25年こう僕がやってきますんで25年の無料サポートと25年の講義アップデートこれやってきますんで 長いお付き合いになりますが、よろしくお願いいたします。まあ、詳しくはメールの方で記載してますので、えー、アクセスして見てみてください。はい、今回はありがとうございました。